はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はお知らせの方で、ボックスイベントやってるんですが、それのおさらいしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、風雲からくりイリア城ということで、新しくボックスイベントが来たっていう感じです。はい、ではイベントの詳細見ていきましょう。風雲からくりイリア城ですね、プロローグでいろいろとあったりとかしてるんですが、イベント概要がメインなんでここ見ていきます。5月24日より期間限定イベントがありますよということで、イベント期間中日ごとに超難関ステージクエストが解放されたりとか、フリークエストが出たりとか、いろいろなやつがあるよっていうイベントになっております。で、イベント開催期間としては2週間ということで、6月7日までです。はい、今回は3週間のイベントではないんで注意してください。で、イベント参加条件に関しては、冬季をクリアしたマスターのみが参加可能ということで、ほとんどの方が参加できるかなと思います。で、一部クエストは後日解放されますって書いてるんで、そこだけ注意しておきましょう。で、FGO カルデア放送局ログイン記念、ログインボーナスですね。これで石14個配布されるので、貯めてもいいし、仲介で使ってもいいし、そこら辺は人によって変わってくるかなと思います。で、イベントの遊び方ということで、今回のイベントに関してなんですが、風雲からくりイリア城、通行手形を集めると様々なアイテムがもらえる抽選に挑戦することができます。また日ごとに解放される超難関ステージクエストをクリアすることで予備符を入手できますということで、左側のアイテム交換ですね、これがボックスイベントのシステムとなってます。これいっぱい集めると素材が美味しくなるよって感じです。で、右のアイテム素材に関してはいつも通りのイベントっていう感じですね。で、首都内のコマンドみたいなのがボックスの方に入ってるんですが、それを集めることによってコマンドコードとかも入手できるよという感じです。で、超高難易度、超難関ステージがあるよって感じですね。で、イベントクエストは毎日開放ということで、直前のイベントクエストをクリアすることでいろいろすること、ステージが進んでいきますって書いています。で、プロローグ5月24日に関してはプロローグとフリークエストで、25は難関ステージの2、26が3で、27日に4と第2関門で、28、29に難関ステージが来て、そして最後30日にエピローグフリークエストの第3関門が来るっていう感じになっています。で、これに関して書いてますね、フリークエストの第1関門に関しては5月27日に終わります。で、第2関門に関しては5月30日、第3関門は6月7日ということで、もうこの第1関門に関しては27日までの限定となってるんで注意が必要です。で、超難関ステージのクエストについてということで、それぞれ特殊ルールが展開されますよと。で、超難関ステージは高難易度クエスト、超高難易度クエストには該当せず、推奨レベルが80のクエストとなっているということで、比較的に簡単にみんなクリアできるのかなと思います。まだ自分クリアしていないんで、後々動画で上げようかなっていう感じですね。で、今回に関してこの超難関クエストは自身のサーバント1機と固定サポートメンバーで挑戦するという感じになってるんで、自分のサーバントですね、これサポートかアタッカーか入れるかは人によって変わるかなと思うんですが、うまいことやっていけばいいかなと思います。はい。で、超難関クエストに関しては5月29日まで、開放されるっていう感じですね。では次、フリークエストについてということで、フリークエストは 7段階の難易度があり、それぞれ登場するサーバントや報酬などが変わりますということで、第1関門のステージだった場合、ここら辺のサーバントがいますよって感じです。で、初級から90プラプラまでの計7つがあるって感じですね。で、これに関しては後々に追加されていくので、次のステージどうなるかはわからないんですが、楽しみに待っておくっていうのでいいんじゃないかなと思います。はい。で、からくりの通行手形ですね、これを集めることによって報酬がゲットできますよって感じです。
で、報酬に関して1回目から10回目までは当たり素材、それ以降に関しては更新することができないってなるんで注意が必要です。で、11回目以降に関しては当たりおよび黄金の果実、白銀の果実は更新されませんという感じなので、まあそこだけ注意してください。で、11回目以降に関しては一度に最大100個交換可能ということで、めちゃくちゃ楽にボックスイベント開封することが可能となっております。で、当たり素材に関しては概念霊装、特攻の概念霊装が5回目まであって、6回目に伝承結晶、7から10が HP のフォークン、そして試合景品に関してなんですが、イベントアイテム、シトナイ人形がずっとあって、ページ、勲章、鎖、牙、胸骨、今回この5個のスキルアイテムが入手できるという感じです。で、それ以外だった場合、秘石、魔石、各クラスの秘石、魔石、奇跡等とか、種火とか果実、まあ10回までって書いてるんですが、果実とか聖堂の果実はずっとあります。あとマナプリとかキューピーとかフレポとかいろいろあったりとかするので、まあ今の期間中にとりあえず欲しいアイテムがある場合はガンガン回っていくっていうのでいいんじゃないかなと思います。で、正直ね、スキル上げ素材で言うとね、あの初心者に結構これね、おすすめのボックスイベントとなっているんで、まあ欲を言うなら200箱とか開けれるんだったら開けておくと今後楽になるかなと個人的に思います。はい。で、次、お得な攻略方法ということで、下記のサーバントに関してイベント特攻が入ってますよって感じです。ただ正直ね、周回で使えるキャラクターほぼほぼいないので、まあ今回の新規サーバントですね、それだけかなーって感じが個人的にします。はい。家臣ちゃんだけがワンチャン使える可能性ある、それ以外は微妙かもねって感じです。はい。 NP チャージ持ってるキャラクターもそこまでいないんでね、刺さる場面で刺さってくれるといいなっていう感じはします。で、次、お得な攻略方法その2ということで、特攻霊装と増加霊装がありますよということで、今回安息の館、ナイチンゲールの霊装に関しては特攻霊装となってます。で、この特攻霊装めちゃくちゃ重要です。必ず入手しましょう。で、その次に必要となるのがブリトマートの、ドロップ増加霊装となっているんで、まあこの霊装をつけて周回するっていうのが基本になるかな。まあ特攻霊装1枚と、ドロップ霊装を5積みして周回していくっていうのがいいかなと思います。で、それ以外の、まあ、ガチャさん概念霊装に関してなんですが、ここは正直微妙です。はい、どうせ周回してれば勝手に集まるんで、あんまり気にすることはないかなと思います。で、イベント概念霊装、これは HP 回復量を上げてくれるんですが、今回のイベント用って感じですね。はい。まあ、イベントのね、火力 200% アップしてくれるんで、必ずとつっておきましょう。で、ウィナーズアイ、これめっちゃ重要。非常特こうなんすよ。これめっちゃ強いね、概念霊装となってるんで、必ず1枚は凸してください。欲を言うならば2枚凸置いといてもいいなっていう感じなんで、ウィナーズアイに関しては必ず入手しといてください。で、次、イベントコマンドカードということで、人族の位置ダンゾーちゃんのやつが魔性特攻 15% とスター2個獲得、まあ使えるかもしれない。魔性相手にはいいですね。で、ピグマリオン、チーゼルアウト、刻印されたカードによるクリティカル力 10% アップ、 HP 200回復、まあ使えるかもしれん。で、ホッサン霊装、アーツのクリティカル威力を 15% アップ、まあアーツパとかで使えるって感じですね。まあこれに関してはね、交換で入手できるんで、ガンガン入手しておけばいいかなと思います。で、イベントのアイテム交換ということで、チトナイ人形に関してはコマンドコードと伝承結晶、あとはオープナー関連と巡礼の葉っぱって感じですね。で、星5概念霊装、限定概念霊装プラス伝承スカラベ、炉心ランプ、太陽碑、あとはモニュメント、あ、巡礼の葉っぱもちゃんとありますね。で、星4概念霊装が特攻霊装、概念霊装と伝承産毛、指輪、リンプン、歯車、あとはピース。で、星3概念霊装が特攻霊装と伝承結晶、世界樹の種、鉄随液、証となっております。まあ勝手にね、箱ねいっぱい開けてればここら辺のアイテム全部交換できるんで、今回のイベントはまあわりかし気にせずに周回すればいいかなと思います。で、特設ページにてスマートフォンの壁紙プレゼントとか書いているんですが、まあこれは欲しい方がもらうというのでいいかなと思います。で、次、
ピックアップ見ていきましょう。過信ピックアップですね。新しいピックアップです。これに関してなんですが、見てもらったらわかります。ピックアップの対象なんですが、先行登場の工場サーバントとなっています。なので、過信ちゃん、工場です。期間限定ではないので、まあ、この時点で無理に狙いに行く必要っていうのはありません。はい、正直ね、ガチャするんだったら周回しろっていう話になるんで、周回をメインで見てもらえるといいのかなと思います。でそれ以外だとストーリー召喚の断蔵ちゃん、工場の風魔小太郎、概念霊装があるよっていう感じです。で概念霊装の紹介、あ、まあ一応ね、カシンちゃんなんですが、工場の全体アサシンとなってます。7年目にして初の実装です。おめでとうって感じなんで、まあいつかすり抜けたらラッキーっていう感じでいいかなという感じで、ストーリー召喚の断蔵ちゃん、ストゲンなんで、まあ入手価値個人的にありかなって感じです。まあ入手難易度自体が高かったりするんで、まあなんとか入手できるといいなっていう感じかな。で、ピックアップの概念霊装に関してなんですが、今回強い概念霊装ありません。はい、尊い概念霊装はあったりはするんですが、めっちゃ強いっていう概念霊装はないので、まあ基本好きだったら狙いに行くみたいな感じでいいかなと思います。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.